今度そこからまたこの情報回線あるいは居城を作っていきたいっていう時に、同じようにこれをさっきみたいに居城みたいにこうやってあげるんじゃなくて、例えば人によりますけども少し前傾を入れながら、またさらに外旋を入れながら少し居城の方に滑らせていく。これ決まってるわけじゃないですよね。人によってはその外旋じゃなくて内旋にした方がいい人もいますし、人の中で例えば今日は内旋の方を入れながら火星を入れて、火星を入れて内転方向に滑らしていくっていう人も、もちろんその治療の中でたくさんの応用があるんですけれども、重要なのはそうやって今やりたい方向に対してどういうふうな三次元の動きを作っていくかってことですね。で、もう一回少し火星の方に誘導していきますけれども、今少し側通されているので、二次元の火星レベルでもわりかし滑ってきます。さっきよりは、これがさっきは二次元のようにこう火星に滑らせようとするとすごく抵抗があったんですけれども、今の治療1回でもうそれほど三次元のことを意識しなくても彼はこうやって滑れるようになってきました。それでここからですね、とにかくリーチ、今回のテーマがリーチなので、リーチにとって重要なのの一つの要素として、これはちゃんと研究で出てるんですけれども、いわゆる健康上腕リズムだとすると、いわゆる例えば上肢の60度から肩甲骨が2対1の割合で外転していくというふうな形で説明してるんですけれども、最近の2005年かのボルサさんの論文では、0度から30度の時に肩甲骨が5度下勢するっていうのが証明されてるんですよね。僕らはあまり下勢っていうことにそんなに意識しないし、たかだか5度だからいいというふうに思っちゃうかもしれないんですけれども、そのわずか5度っていうのが脳卒中であり、僕らがよく使うこの APA って言われるような先行髄反射姿勢の一つの準備状態で、もうちょっとそこに一瞬こう火星ですね。で、火星だけなんですけど、そこにおそらく後傾も入ってると思います。火星して後傾がちゃんと入るっていうののセットが、そこから今からリーチしますよっていう肩甲骨、体幹であったり肩甲骨の最初の準備状態から、そこから60度していきながら、それが外転が情報回線の方向に滑っていくっていう最初のトリガーの信号としてすごく重要なんですよ。で、それが脳卒中の方になってくると、非常にその最初の5度っていうのは全く生じずに、最初からこうウイング気味になってですね、そのまま滑ってウイングから手を出せようとするので、ここにインピンチメントが生じて痛みになりやすいというふうになるので、たった5度なんですけれども、火星の5度あるいはそこに後傾としてピタッとして肩甲骨に入っていくっていうのを、特に脳卒中の人では治療として意識することが重要だと思います。ですので、そこでですね、もう一度、今ね2回ぐらいやりましたけども、ちょっと復習で意味になります。それでここもさっきは大胸筋ってこうやりましたけれども、人によってはですね、この僧帽筋の上部の方から遠心的に伸ばして、この左の座骨にこうより重心とかですね、感覚を作った中で、肩甲骨のまたさらに内側縁の方に手を集めていって、外側縁から内側縁に入れて、さらに下角の方に手を当てていって、火星を入れて後傾を入れる。そう、ここまでなってくるとかなり普段ですね、なかなか認識しない、知覚しづらい筋群ですね、が僧帽筋、下部であったり中部であったり菱形筋っていうところの、特に肩甲骨に近い側ですよね、そこに感覚が入ってきます。それが今作られていくと、そこからですね、これも実験であるんですけれども、後傾っていうのがちゃんと作られると、いわゆるですね、この肩甲骨の中の筋肉の圧が少し下がるんですよね。下がるってことはつまり外旋っていう感覚を作っていきやすいんですよ。これが後傾がすごく作りづらくて、こう浮いちゃってしまうと、ここの内圧が高まってしまって、外旋内旋っていうのが非常に作りレンジが制限されるんですよ。だからもう一度いきますね。しっかり破棄して、こうやってまた持ち方変わってますけどもね、これはそのやっぱり臨床なんでね、ハウトゥーだけでは無理なので、相手のより側通されてきたところに合わせて、このように肩峰であったり肩甲極、肩甲骨のさらに上部の方に入れて、それでまたさらに下角の方に手を入れていって、それで下角を持つと。そうするともっともっと先ほどのこう側通された以上のですね、よりもっと入っていける。これがさらに下勢と後傾、少し居城と前傾、下勢と後傾、居城と前傾、そうそう、これでもどん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 ですね、
モデルの人のですね、筋肉がすごく筋の長さも出てきてますし、先ほどよりもより筋肉のですね、筋がすごくつまみやすくなってきてます。で、これで、まあ、ここからですね、いろんな健康上肢の方の二頭筋であったり三頭筋の方に介入していくっていう方法もありますし、まあもうこのまま下顎の下勢のセットを意識して、そこからここで滑らせていく、肩甲骨が胸郭上で滑っていく、上方回旋ですね、滑っていく、またしっかり戻っていく。戻っていくときにこの肘がですね、ちょっと外転気味になってますけれども、できるだけリアルな内転になるように手首の位置をコントロールして、肘が少し、特に外貨の方ですね、外貨が外側に向いていって、よりリアルな内転になっていく。そう、ここそうすると肩甲骨に、肩甲上腕関節に伸展っていう動きが入ってくるんですよ。これをただ単に外転の方からそのまま意識せずに引いてしまうと、この肩甲上腕関節の伸展っていうのが作りづらいんですけれども、今は少し下勢と後傾のことを強調させながら、手首と肘の関節をコントロールしていって、ここまで持っていくと非常に肩甲上腕関節の伸展っていうのが作れました。そうするとより手を長く伸ばしていって、さらに直線軌道のですね、ものに対してこういうふうに円をこう描くんじゃなくて、直線の最短距離、最小限の能力、労力でリーチできるっていうふうなリーチになっていきます。直線のリーチ、これがまあより理想と言われるリーチですよね。もう一回戻していきます。この時にそう、まあ、先ほどよりはもうこの肘と中頭とこの内側ですね、この三角のラインがよりまっすぐ、この直線上の肩峰に対してまっすぐ位置して作れてきているので、これがやっぱり脳卒中の人だと本当にこの内側がですね、こっち側に引き込まれてたり、あるいはこっち側に入っていってたりして、非常にこの三角のラインが安定しづらいので、この三角を強調させて、しっかり肩の肩関節を伸展させていって、これで上腕三頭筋の活動をさらに求心的に作りながら、さらに伸ばしていく。そうですね、こういうふうにするとより理想のですね、リーチになっていくっていうことですね。そう、これで最後ちゃんと手を下ろしていくところも肩甲骨を意識しながら手を下ろしていく。そう、そうですね。で、まあ、今ですね、より肩甲骨をですね、操作して肩関節の伸展と、よりまあリアルな内転ですよね。ただ単に内転って言って、こうやって側屈も交えた、いや肩甲骨を加勢しながらの内転じゃなくて、きちんと肩甲上腕関節のこの伸展を伴って内転になるっていうのがこの重要な条件なんですよ。そうすると学校で習ったかもしれないですけれども、この海内外って動きは体にピタッと合わせとかないと、リアルなまあ90度ね、90度レベルのこの海内外ができないっていうのって習ったと思うんですけれども、脳卒中の人ってこの最初のこの肩甲この上肢をですね、ピタッとつけるところができないんですよ。みんなつけようと思ったら、さっき言ったようにこんなやって代償しながらつけてるような感じにして、本当の意味で肩甲上腕関節がこうフリーになって仲介になって海内外っていうのが作れないんですよね。それが今この条件としては非常に準備をしたので、海内外っていうのがよりこう作りやすい条件になってます。まあ、ここからですね、もちろん手の前腕に対して、特に手のリーチ端っていうところに持っていくには、この外在筋の緊張をできるだけ抑制して、主内筋の活動をアクティブにするっていうのが、より人のですね、このグラスプっていうですね、端にすごく重要な条件になってくるんですよ。ただまあそこはちょっと時間の問題もあるんで、今日はですね、このよりここの中でやれるですね、実技です。ここで手のですね、主内筋なんで、特にこうやって持ってる時に肩関節や肘の位置をですね、確認しながら、例えばここの手のところで、人によりますよ、腕頭骨筋に対して僕の手を当てていって、少し安定を加えながら、これで母子の母子球筋を持っていくと、そういうふうにするとより前腕筋群に安定が生じやすい分、このより主内筋であったり手指の伸展っていうところが出てきやすくなります。そこでですね、まあ、この手の特に骨幹筋部にアクセスしやすい手を入れて、これでただ単にこれをギュッて持っちゃうと、いわゆる主外筋から来る屈曲の活動を促進してしまうので、主内筋にアクセスするようなこう手のですね、入れ方が大事なんですよ。これが少し手のですね、 MP を少し伸展させながら、手の中にこうやって、よいしょよいしょ、これはね、ちょっと見てるだけでは伝わりづらいかもしれないですけれども、この
少し引き出し、手でこう引き出しながら指で骨幹筋、中央筋にこうやってアクセスしていく。で、その時にさっきのこの前腕の指示であったり、この母指でですね、この母指の骨幹筋部ですね、母指球筋から骨幹筋部にこうやって手を安定して、さらに母指側を安定させて、残りの四肢側がですねフリーになれる条件を作ってあげて、それでこうやってさらに主内筋を高めていってあげる。そう、こうやってよしよいしょよいしょ。で、そういう風にしながら、人によってはさらにここに回線を入れていってあげてですね、特にモデルの人の場合はこの自身のですね、自身が少しこっち側の方に回線しているので、これをちょっとこっちにローテーションをこう入れていってあげて、中にこっちに加える、開いている側をこっちに持ってきて、より中間のラインでアクティブに1、そう、2、そう、3で、これでまあ少し随意性がある人であれば、一緒にちょっと、はい、手を曲げてみて、ぐーっと、そう、もっともっともっと、そう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 、でリラックスして、そう、指の中でね、こう曲げるようなイメージで、手で曲げるというよりは指の中で曲がっていくようなイメージとかっていうような、こうハンドリングだけじゃなくて、こう言語のカテゴリーをですね、モダリティを使いながら、こう、はい、一緒にやってみて、そうするとより手の中の筋群がどん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 アクティブになっていきます。そうすると本当に手という領域がですね、脳の中で非常に近く認知されていく条件になっていきます。まあ、そういうふうにしていくと、どんどんですね、こうやってほら、母指がですね、今母指の外転っていうのがですね、こう出てきてるんですけども、これ側通されてる、主内筋が側通されるときに、かなりこの母指の外転ですね、長母指外転や短母指ね、短母指外転筋、短母指伸筋と言われるような活動がどんどん出てきてるので、それでさらにもっとここに手を入れてあげて、さらにまた入れていく、1、2、そう、はい、また曲げてみて、そう、1、2、そう、これまあ一例ですけどね、いろんな治療がある中の一例の中で、どんどんこうやってして、そう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 、これほらもう母指こんだけ、どんどんどんアクティブになってきたので、そうするとこのグラスプですね、グラスプするときにしっかり手の中でリーチして、でここからやろう、よりまあ最高のと言いますか、この特にこっち開きにくい中枢骨幹ですね、中枢骨の間の筋肉、骨幹筋、中腰筋がアクティブになっていって、手がよりこの物品に対してリーチしてグラスプできると、こうより力強いグラスプになるんですよ。この力強いグラスプができてれば、ここがもうしっかり保持できてるので、これを外した時にも三角筋の活動も出てるし、上腕三頭筋の活動も出てるし、いわゆるここで手をした時にただ単に外在筋でギュッて握ってしまうと手がこうなってしまうので、体幹も崩れやすいし、肩も苦情が入りやすいんですけれども、今みたいに手の中をきちっと強くしたグラスプになると、非常にこの三頭筋、三角筋、腕頭骨筋のコントロール、尺足筋群の安定、小指の安定と母指から力強く握れると、このようなより理想的なリーチグラスプっていう風になるんですよね。ですので今日の、まあ、ポイントとしてはですね、まず座位バランスももちろん大事なんですけれども、まずフリーに動ける肩甲骨。で、そのフリーに動けるとは何かっていうのが、先ほどの最初の説明のように、三次元を意識した、火星の中に外線が入っていって、後傾が入りながら滑っていく。あるいは、居上していくときに、少し内線が入りながら、前傾が入りながら居上していくっていう。この三次元の動きで、フリーレベルに動けて、そうすると、非常に肩甲骨の肩甲上腕関節の内外旋っていうコントロールがスムーズにいくので、そこからリーチにして、本当に肘の伸展っていうのがですね、作りやすくなります。で、そこから、さらに、リーチっていうのは当然物の認知ですからね、物を見て、見た時にも手の中がアクティブになるっていうのが人間の正常なんで、脳卒中の人だと取ってって言うと、こうやってこのまま手を上げて握ろうっていう、ね、発想になるんですけれども、そこを手の近くをきちっと探索できるような主内筋の活性化ですね、それと手指の伸展です。そう、伸筋優位じゃなくて、しっかり中腰筋、骨幹筋が働きながらの遠心的なリーチです。手指から始まってリーチになって力強いグラスプになるということを、まあ、今回実技として提示させていただきました。